メディアを再生するマーク・トウェイン・マーク・トウェイン。本名サミュエル・ラングホーン・クレメンズは、アメリカ合衆国の著作家、小説家、ミズーリー州出身、トムス・ソーヤーの冒険の著者として知られ、数多くの小説やエッセイを発表、世界中で講演活動を行うなど、当時最も人気のある著名人であった。ウィリアム・フォークナーは、トウェインが最初の真のアメリカ人作家であり、我々のすべては、 彼の相続人であると記した。アーネスト・ヘミングウェイは、アフリカの緑の丘において、あらゆる現代アメリカ文学は、マーク・トウェインの、ハックルベリー・フィーンと呼ばれる一冊に由来すると述べた。印刷工時代の新聞投稿文のペンネームは、トマス・ジェファソン・スノッド・グラス。マーク・トウェインは、川を蒸気船が航行する際の促進種の水仙人への、アイズ・バイザ・マーク・トウェインから取った。 1863年2月3日、ネバダ州バージニア市のテリトリエルエンタープライズ市から使用している。ミズーリ州フロリダでハンジの父ジョン・クレメンズと母ジェーン・クレメンズとの間に5人兄弟の3番目として1835年11月30日に生まれた。この年、ハレー彗星が観測されたが、トウェインは後年、自分はハレー彗星と共に地球にやってきたので、 ゴーアウトイズイト、ハレー彗星と共に去っていくだろうと周囲の人間に不意調していた。その通りに、ハレー彗星が現れた日に亡くなった。クレメンズ家は、17世紀半ばに、アメリカ合衆国バージニア州に移民した旧家で、あったが、破産し経済的に恵まれなかった。家電によると先祖は、チャールズ一世のハンジグラム伯爵だという。また、彼は色弱であった。 マーク・トウェイン15歳彼が4歳の時、一家は出生地から5 0キロメートルほど離れたミシシッピ川沿いの町、ミズーリ州ハンニバルに転居した。ここは当時周運で栄え、ニューオーリンズやセントルイスからは人が日夜途絶えることがなかった。後にこの町とそこの住人がトウェインの最も有名な作品に現れた人物と場所のモデルとなった。クレメンズ家は、 テネシー州にいた頃から奴隷を所有していたが、1820年のミズーリ妥協のために奴隷を彼らの新居に伴うことができた。トウェインにとって女中のジェニーは第二の母親であり、奴隷の子供たちは遊び友達であった。ハックルベリーフィーンと逃亡奴隷のジムの描写はこうした人間関係に由来している。父は多くの負債を残して1847年に、 死去した。長男のオーリオンはすぐに新聞の出版を始め、サミュエルはその手伝いに2年間にわたって従事している。オーリオンの新聞で最も活発な論争の的になった記事のいくつかは弟のサミュエルの手によるものであるが、オーリオンが街を離れている時に書かれたものであった。サミュエルは蒸気船で働いた後、17歳の時に印刷工として働くため、 故郷を後にセントルイスへ移った。1857年に蒸気船の水先人見習い、1858年には水先人の資格を取得した。1858年6月、セントルイスとニューオーリンズを35日で往復する蒸気船ペンシルバニア号がボイラー爆発の事故を起こした際、この船に乗船する予定であったマーク・トゥエインは急遽他の船での仕事についており、 助かったが、この事故に事務員として乗船していた弟のヘンリーが巻き込まれ、ヘンリーは死亡した。南北戦争が始まると、衆運の激減のために水戦人を失業し、アメリカ連合国軍に志願。将尉として従軍するも、マーク・トウェイン事伝によれば、疲労による戦闘不能で除隊。1861年には兄のオーリオンが、 ネバダ準州の政務長官に任命されたため、それについてネバダに移る。その後さらにサンフランシスコに移り、新聞記者としていくつかの新聞社で働いている。この時期特派員としてハワイにも滞在しており、新聞記事を集めたハワイ通信を出している。1869年には新聞に長期連載したヨーロッパ旅行体験記がザ・イノセンツ・アブロードで出版され、 評判となる。以後も、長編旅行記をいくつか出版した。1870年、オリビア・イル・クレメンズと結婚。いつおかずめを設けるが、全員両親に先立っている。ハートフォードに居住し、多くの作品を発表するようになった。1873年に出版した、金ピカ時代は、彼の出世作となるが、彼の名を不動にしたのは1876年に、 出版されたトム・ソーヤーの冒険である。これで大ベストセラー作家となったトエインは非常に豊かな資産家となるが、一方で浪費や新発明への見境のない投資、株の投機などで次第にその富は減少していった。ただし、この時期においても1885年のハックルベリーフィンの冒険などのようにベストセラーをコンスタントに発表しており、人気が衰えたわけでは、 決してなかった。1894年には投資の失敗などにより、トウェインは破産する。この時、スタンダードオイルの副社長だったヘンリー・ h ロジャーズの助力を得て、資産の再編成を行った。この借金返済の一環として、1895年には世界中で講演活動を行い、1897年に出版した赤道に沿っての印税も、 全額返済に充てることで、トウェインは借金を完済し再び資産家となった。1897年には新聞に、トウェインが死んだという誤報を流され、私が死んだという報道は誇張であると発表した。1898年6月15日には、アメリカ判定国主義連盟のメンバーとなり、合衆国のフィリピン併合に反対した。1906年にはアメリカを訪れた。 ショーレムはレーヘムと会っている。1910年、死去する。この年は、ハレー彗星が75年ぶりに地球に到来した、年であり、本人が予見した通り、ハレー彗星と共にこの世を去っていった。なお、足長おじさんで知られる作家ジーン・ウェーブスターは、トウェインの名の娘にあたる。ジェームズ・キャロル・ベック・ウィズによる、肖像が1940年のアメリカの切手、木打 トール、マーク・トウェイン・スピーチ集。神奈川大学。2014年10月8日閲覧。ナッシュ P178 から179ナッシュ P181。他に、野崎隆役で、中央子。サクラメント・ユニオンがミニ連載。原本文では、ハワイ諸島は、サンドイッチ諸島となっている。トウェインコレクション15に収録カリフォルニア大学、マーク・トウェインプロジェクト編。 旧版では、マークトウェイン辞伝、勝浦義夫役、畜麻書房文芸春秋、リチャード・ワイズマン、頂上現象の科学255ページマークトウェインは、兄の死体が棺に横たわる夢を見、その数週間後に、兄が爆発事故で死亡した。文芸春秋、リチャード・ワイズマン、頂上現象の科学160ページからの親しい友人で、マークトウェインの例と更新したと主張する。 エミリー・グラント・ハッチングズの奇妙な事件をご紹介しよう。ハッチングズは1917年にこの大作家自らが口実で彼女に書き取らせたという小説、ジャップ・ヘロンを発表した。マーク・トウェインが現世にいた頃、その作品の出版権を取得したハーパーブラザーズ社は、ジャップ・ヘロンのお粗末な内容が自社出版物の売り上げにマイナス影響を与えたとして、 訴訟を起こした。彼らは自分たちの証拠の一部として、来世について極めて回帰的であったとエインが、霊媒を介して文章を書き取らせたりするはずがないと主張した。ありがとうございます。